こんにちは、牛見チャンネルのお時間です。本日は、今最も深刻な、話題となっておりますコロナウイルスについて、一つ見解をお話しさせてもらえたらと思います。コロナウイルス、何はとってもまずは国民の、生命を守ること、それが日本政府にとって今一番の、緊急課題であると考えます。しかしながらその次に起きてくることもすでに予想しておかないといけません。それは私が考える中ではもう本当に深刻な問題であると思いますが、経済危機です。愛知県の老舗旅館が昨日のニュースで経営破綻、自己破綻、破産をしたというニュースが流れてまいりました。このような、まだ表面化していない企業というのはまだまだたくさんあると思われますし、これからも、ものすごい勢いで増えていくと思われます。私自身が考える中で、こういったコロナウイルス、または東京オリンピックも控えておりますが、今日本国民にとって必要な措置というのは、私は消費税の減税、あるいは免税といった思い切った手段ではないかと考えます。去年、国内 GDP は、大幅に減少しております。それは、コロナウイルスの原因だなんていう話もありましたが、それはまだかかっていなかった時期です。明らかに消費税増税が私は大きく原因していると思います。今こそ、国民の危機だからこそ、減税、免税を強く訴えていきたいと思っております。牛見チャンネルのチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。